僕は当時に通っているのですが、うんうん、担任の先生から今のうちから科学を始めないと、受験間に合わないぞと言われました、なんていうか1科目あたりの時間が1時間を切るレベルとかになったらもう科目増やすメリットが正直全くなくなっちゃうので、まあそれを考えて武田塾チャンネル。もう12月か年末か、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね、はい、だもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、はい、まだみんな諦めないよ。そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、ぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、そんな受験生の相談に答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。ラミ先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、高2の、理科大志望です、僕は当時に通っているのですが、担任の先生から今のうちから科学を始めないと、受験間に合わないぞと言われました、果たして今から科学をやるべきでしょうか、それとも数学と英語に絞るべきでしょうかという相談です。あ、まあ、こういうのもよくあるね、やっぱ2年生とかだとね。そうですね、まあそうですね、これに関しては、はい、武田塾というか自分がよく言ってる話としては、はい、英語と数学をやった上で科学やる時間があるならありだと思うんですよ、だけど数学と英語を減らして科学やる必要はないと思うんですよ。そうですね、それですよね、優先順位的には、そう、はい、だからその英語と数学の今の状況によるかなっていうふうに例えば英語と数学を今基礎からやってますと、それこそ日大レベルの、まだとネクストやってたりとか基礎もやってますって状況で、はい、科学を追加したら、覚えることめっちゃいっぱいあるじゃないですか、その状況だと、多い。そこで3科目やるのは、まあ、受験学年で1日8時間とか9時間できるっていうなら、はい、いいと思うんですけど、はい、例えば高校2年生だと今の時間やれて多分 4,5 時間ってとこじゃないかなとは思うんで。そうですね、部活、まあ、なくてそれぐらいとかじゃないですか、はい、やると参加をね、落とさずやるって相当きついとは思うんですよね、ほど例えばね、医学部狙ってるとかじゃなくてもう勉強しかもう学校生活しませんくらいの人だったら、ね、3科目4科目やってもいいと思うけど。そうですね、まあ、なんていうか1科目あたりの時間が1時間を切るレベルとかになったらもう科目増やすメリットが正直全くなくなっちゃうので、まあそれを考えて基本的に2科目優先、やれんなら3科目でっていうぐらいの感じ、はい、で増やすタイミングとしては、まあ、日大レベルが終わったぐらいで増やすぐらいでいいんじゃないかなっていう感じですかね。そうですね、まあ、この子はもし例えば9点とかその辺のレベルだったら、まあ、高3まである程度一通り終わらせておいてほしいですけど、まあ、3科目ですし英語と数学終わってないんだったら、まあね、英数が例えばこれでもうねマーチまで行ってますみたいな感じだったらってことですよね、はい、そうじゃないならやっぱり優先度高いのは特に数学だし、あと英語か理科のどっちかを優先、その次に優先してやってぐらいでいいんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね、今やってる科目のペース上げた方が正直いいかなと思います。はい、はい、ってことですよね。はい、はい、参考にしてください。はい、今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。